はい、どうも、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしま今日のす。ゲストで、学生医療ネットワークの米田明さんに来ていただいております。今日よろしくお願いいたします。ございます。ということで、ユンさん、ちょっとね、昔からの付き合いなんですけど、今日来ていただきまして、どうもありがとうございます。もう20年ぐらい、あ、じゃ20年じゃない、15年ぐらい前に知り合いましてですね、長いんですけど、古くからもう米田さんは、ね、この学生医療ネットワークの前に、学生ネットワークというのをやっておりまして、スピリチュアルな先生方とか、精神世界の素晴らしい方をつなげたりとかですね、世の中に外に出すって活動をされていたんですよね。それすごくな、素晴らしい活動をされてた方で。で、また今度、学生医療ネットワークということで、ちょっとチラシをちょっと出してみようと思うんですが、こういったですね、ちょっと待ってくださいね、チラシどこ行っちゃったかな、あったとか、これか、はい、これチラシちょっと出しますね、ちょっと上の方出ますけど、こういう学生医療ネットワーク設立記念シンポジウムというのが、来週の最初というか、日曜日、23日ですね、8月23日の日曜日に、代々木の集合団ビルで、午後1時ちょっとくらいですかね、1時からですかね、ありますので、よかったら来ていただければと思うんですけどね、小渕先生ですとか、いろんな、萩原悠先生ですとか、朝日舞先生ですとか、池川明先生ですとか、ね、もうそうそうたるメンバーが出てるという、すごい、イベントなんですけどね、それの話も含めてちょっとお話を聞いてみたいと思うんですけど、こういったものをですね、またやってみたいと思われた理由っていうのをお聞かせいただければと思うんですけど。わかりました。先ほど小泉さんからいろいろ私の活動について、お話をいただいたんですけども、20年間ぐらい前、からですね、20年ぐらい学生ネットワークの集いというのをやってました。これは新しい、今大きな時代の変革期にあるわけですけども、本来のですね、命の、なり、覚醒というか目覚めてですね、来る人が増えることによって、新しい文明に転換していくということを、非常に直感して、その啓蒙活動としてやってきたんですけども、実はこの、覚醒医療ネットワークを、やろうということを思ったのがですね、311の東北の津波ですね、第一次津波が起こったわけでして、そこへ私は友人と一緒にですね、被災地に、救援活動とかいろいろ参りましてですね、本当に被災した現地の皆様とお話をしたり、現場を見てきたんですけども、その時に非常に強く感じたことはですね、要するにもう全てが財産、家な、全て失って、本当に着のみ着のまま避難して助かったという方たち、もちろんその家族や親族、友人、たくさんの方が亡くなっているわけですけども、命が助かったということでも、すごく感謝をしてるんですね。もう財産じゃない、命だということをおっしゃってましてですね。で、周りの人たちもですね、いろいろ救援に向かってですね、いろいろな食料とかいろいろも提供いただいて、本当に世界中からも、そういった日本民族のですね、日本人の精神性の高さ、つつましやかに感動したということがあったわけですけども、これもですね、私から見たらですね、天才と言われますけども、私たちにそっと目覚めなさいよという大きなメッセージ、天からのメッセージだと受け止めたんですね。そして今、いろいろ物質、化学技術による、物質文明と私は言ってるんですけども、その今のそういった現在の中でですね、そういったことに命の大切さ、本来の自分、
宇宙に生かされてる、自然界に生かされてるというのが気がついてですね、そういった方向に向いてる人たちが増えてきてるということなんですけど、まあ、一方ですね、逆に今までの意識文明、まあ、お金や地位や名誉や財産とかに一生懸命なってる人たちもいましてですね、それがかなり大きく二極分化をしてるんですね。まあ、それの決め手になったような私はその被災地の状態を見てから感じたんですけども、したがってその、そういった人たちがもっともっと増えていくためにはですね、今病気をしている人がたくさんいるんですね。もう後でちょっと映像で説明しますけども、私も1億総病人時代と言ってもいいかと思うぐらいですね、病気が増えている。ところがですね、その病気が起こってくるの原因というのは非常に心に、の中にあるということでですね、でそういうことに、まあ、気がついていただくと、で、まあ、病はそういったメッセージ、気づきなさいよというメッセージだというふうに受け止めましてですね、そういったことで病になっている方がですね、気づくことによって、覚醒することによって、病は治癒し、そして、そういったことに目覚めていくという人が一人でも増えていくということを一応のためにですね、この覚醒医療ネット、ネットワークというのを設立したわけです。でこの設立についてはですね、もう超この世界では有名な小比須良一先生、ホリスティック医学協会の会長でもあるんですけども、ご相談し、また、がんの治療で40年間西洋医学の治療をされてこられた方がですね、まあ、がんの治療は西洋医学ではなかなか治せないということがあって、ご自分で、代替医療を研究されました。その中でも特にですね、先生は精神科医でいらっしゃるという、まあ、世界的なブライアン、ワイズ博士に指示を受けてですね、先生療法の研究もいう方なんですね。そういう方が賛同してくださいまして、小比須先生が理事長、そして、萩原先生が副理事長ということで、今年の4月にですね、この会を設立しました。で今回8月の23日に設立記念シンポジウムというのを開催するということで進めておりまして、先ほどこの画面にも出てきましたようなこの、案内書の通りでございます。皆さんぜひ、ご参加いただけたらと嬉しいです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ちょっとマイクがぶつかって今ちょっと音が聞消えてしまったんですけど、はい、大丈夫ですか？聞こえました。はい、はい、聞こえました、はい。それでですね、ありがとうございます。それでは、どうもありがとうございます。まあ、ということでこういうのが、まあ8月23日日曜日にあるということでね、興味ある方は行かれるといいかなと思います。まあ、この病気とかですね、あと看護関係の方も興味持たれてる方もいるようでね、ちょっと流れがあるようですね。はい、ということで、はい、ありがとうございます。そうしましたら、パワーポイントの方行きますか？はい、はい、そうですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、それではこちらの、病は気づきのメッセージというね、はい、こちらを、はい、放送していってみたいと思います。それでは少しちょっと前置きになりますけども、実は4月にこの会を設立したんですけども、5月からですね、2ヶ月に1回ずつ覚醒医療研究会というのを、まあ、定期的にやっていこうということで、まあ、2回も終わったんですけども、3回目が9月に予定しております。この研究会で、私がですね、まあ、2人の、まあ、私ともう1人の、この理事に、の方が一緒に、発表してくださったんですけども、その時の
まあ、パワーポイント映像を用いてですね、皆さんにその時の、様子を、お伝えしたいと思います。まずですね、その最初の時にはですね、この山や気づきのメッセージだということのテーマの前にですね、その覚醒医療のネットワークの、まあ、理念とか目的とか、まあ、背景とかについてちょっと数ページでご説明をしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。はい、病が増大しているのはなぜなんでしょうかということなんですけども、まあ、医学が進歩したのに関わらず病気が増大して病死する人が増えています。根源は人間の意識にある。人間の生き方、社会状況、現在の物質文明が病気を作り出している文明病と言っても過言ではないでしょうかということですね。まあ、大きな、まあ、要因のとしてですね、地球環境が、まあ、汚れて、いろいろなその生命を維持する、まあ、食料、空気、まあ、食べ物、まあ、いろいろ水汚染されて、まあ、毒物が体に溜まってくると、まあ、そういうことががんとかいろんな病気の発症の原因になっているということは、これはもうあの人間のみならず自然界の生命全てが、まあ、いろいろなその、その病気にかかったりですね、種の絶滅が進んでいるということからも理解できると思いますね。それからもう一つは物質文明による、まあ、いろいろな社会的なストレス、また家庭内、あらゆる、その生活を生きていくためのストレスが非常に大きくのしかかっているということが、心のいろいろなストレスを生み出しているということですね。それからもう一つは、これはあの現代医学はあの、まあ、人間は体、肉体だけだというふうな、まあ、存在だということからですね、あのまあ、手術、まあ、あの患部を手術して切り取るとかですね、薬物によって、まあ、あの薬によってあの治療するとか、まあ、そういうことがベースになっているわけですけども、まあ、そういうこと自身がですね、あの体の機能に傷つけると、まあ、これはあのもしあの胃がんが発生したとしても、その発症した部分だけを切り取ってもですね、なぜそのそういったことが起こっているのかいうことの元の元まで考えないとですね、本当にまあ完全な治癒というのは難しいわけですし、薬物というのはですね、いろいろそのある面では毒性があるわけですので、副作用が非常に大きいということがある、まあ、そして、そういうものをまあ多用するとですね、どうしても人間の生命力、まあ、あの普通はあのこう医学的には免疫力という表現をしますけど、私は自然界の生命の生きる力ということで生命力と言ってるんですけども、まあ、それが低下していると、したがって病にかかりやすいとか、まあ、いろいろなことが、重なり合って、病人が非常に増えているという状況だと思いますね。はい、次お願いします。はい、あ、なんだか画像がきれいに出てませんね。どうしてでしょうね。これはですね、病気の死亡原因ですね。ちょっとあの映像がよく分かりませんけどもですね、まあ、癌ので死亡する方が、あの、まあ、統計的にもですね、3人に1人と言われています。そしてあの、まあ、現在は、まあ、癌治療を受けてですね、正常な状態にあるという方、まあ、癌の経験者を含めるとですね、2人に1人と言われてるんですね。それだけがんがものすごい増えていると、その他に、まあ、あの心臓病ですね、心不全とか、まあ、また脳の血管の症ですね、脳梗塞とか脳溢血とか、まあ、そういうものがその2大、まあ、次の要因なんですけども、まあ、そういう2つを取り上げてもですね、相当の確率、まあ、あのパーセンテージになるわけですし、その他にいろいろな病気が、まあ、あるわけでして、まあ、それらをあの全部合わせるとですね、これこそ1億総病人時代になってしまっているというふうに、まあ、感じますね。はい、次お願いします。
つも送ってもらって、映像がよくわからないんですけども、自然界に生かされてる生命と、いうことなんですけども、まあ、先ほどあの、申しましたようにですね、まあ、確かにその、体は肉体ですね、動物ですね、ですからいろいろその地球上に生命が生まれていろんな形に進化してきた、わけで、まあ、人間が登場したということなんですけども、今そういう意味では、まあ、動物と、まあ、本当にこう肉体レベルは変わらない、まあ、そういう存在なんですけども、全てですね、私たちはその自分でご飯食べたりいろんなことをしたり考えたりしてね、自分で生きていると、思って、いるんですけども、そうじゃなくて、もう完全にこれはですね、自然界に命が生かされているんだということなんですね。ですからいろいろな、その例えばそのいろんな臓器の働きにしても、自分でコントロールできないんですね。まあ、例えばその胃に、まあ、食べ過ぎて、胃が疲れたりして苦しい時にですね、まあ、胃さん早く消化してくれませんか、よろしくお願いしますっていくら頼んでもですねそのようにならないしですね、むしろそういった思えば思うほど苦しくなったりするんですね。ですから逆にそういったことを全部忘れてしまって、もう自然界にも、なんていうんですかね、身を委ねるというか、まあ、よく私瞑想をするんですけども、瞑想状態になるとですね、本当にこの命が活発に働き出す、そういったものを邪魔するですね、意識がちょっとこう抑えられてですね、いうことがあるんで、まあ、そういったもう確実に、まあ、命は生か自然界に生かされているということだと思いますね。はい、どうぞ次お願いします。あれ、どうしてでしょうね、なんかうまく出てませんね、画像がね、この後もこうみんなこういう状態でしょうかね。ホリスティックな癒しでよろしいでしょうか。次は何ですか。次はホリスティックな癒しでよろしかったでしょうか。あ、ホリスティックな癒しね。あ、そうですね。まあ、ホリスティックという言葉は、まあ、全人的という意味もあるんですけども、ホリスティック医学という立場で考えるとですね、まあ、人間は肉体だけじゃなくて、まあ、精神やさらに魂というものが人間に存在しているということなんで、そういった魂の癒しをしていかなくちゃならないということで、そういったホリスティック医学ということが、まあ、研究され普及されているんですけども、まあ、そういったですね、この覚醒医療というのもですね、まあ、病は先ほど言いましたように、自分の、まあね、潜在しているまたは無意識のいろいろな生まれてからの体験、いろいろなそのトラウマ等が あってですね、まあ、そういうこと、またさらに先ほど、萩原先生のおやりになっているような前世から持ち越してきた想念等がですね、その病気を発症する原因になっているということがございましてですね、そういうことに気づくことによって、病は治っていくということなので、まあ、そういった魂の癒しという、まあ、一つの 方向性向けてですね、こういった医療を、していく必要があるということなんですね。まあ、そういうことによって、まあ、今医療を通してですね、医療や治療を通して、そういったところに気づいていただこうと、ですから、まあ、おのずから病が治癒していくということなんですね。まあ、そういうことでございます。どうぞ。このページは何になってますかね。覚醒医療ネットワークの目的です。覚醒医療ネットワークの目的です。目的まあ、先ほど、まあ、申し上げたようにですね、こういったまあ、かなり、まあ、いろいろこの背景があるんですけども、
まあ、説明は少し省略させていただきますが、そういった今までに、まあ、その西洋医学に代わるいろいろな代替医療が、まあ、今いろんな会ができているしですね、研鑽されて普及されているんですけども、これは西洋医学に代わるですね、代替医療、例えば統合医療とかいう会もございますけども、まあ、そういった変わる医療方法をですね、いろいろ研究し、研鑽し、普及させていこうということが、まあ、大体が目的になっているんですけども、この会はですね、方法はいろいろあると、いろんな方法を駆使してですね、まあ、その専門の方々がやはりその魂の医療ということを、まあ、目的にですね、いろいろそういったことに気づいていただこう、サポートしていこうということで、医療行為を通してサポートしていこうということをですね、まあ、目覚めるのはもうこれは本人のことなんですけども、そういった病気が発症しているということが、まあ、メッセージ、病そういったことへのメッセージだということで、そういった医療行為を通じてですね、目覚めていただこう、いうことですね、はい、この目的になっていることの、まあ、ちょっとここを読んでみますけども、病気というとありがたくない、ことだと、不運なことだと思われていますね。病にあるときには、健康なときには考えないようなことを考えさせられたり、深い考えを持つようになったり、新たな視点を持たされたりと、病にかかったからこそですね、そのことに気づかされ、人間として大きく成長することがあるわけです。私としては病になってよかった、普通は苦しいしですね、病になりたくない、困った、いうことなんですけども、よかったことを見落としたされているのではないでしょうか。病はその人、心や精神、魂を大きく成長させてくれる大事なチャンスなのです。思い方、生き方の誤りに気づくことで生命力が高まり、自然治癒力が活性化し、活発に働いて、病が治癒するでしょうと、これからは医療者、医師やセラピスト、ヒーラーなどがですね、そうした視点を持って患者さん、が病と向き合うということで、病が対する考え方が変わっていく時代が来ています。医療者と患者さんが一体となった治療を通してですね、気づきをサポートすることを目的に活動してまいりますと、はい、どうぞ、はい、それで本題にちょっと入りますけども、長くなるので、まあ、解説はできるだけ、短くしたいと思いますが、まあ、人間はですね、脳というのが発達していてですね、脳が発達していて、いろいろものを考えたり想像したり、することができる、まあ、唯一動物にないそういった能力を持っている、備えているということなんですけども、これはですね、よく、まあ、脳で意識という言葉が使われるんですけども、大脳神室 にですね、左脳と右脳に分かれているんですけども、このそして、現在のですね、脳生理学、まあ、脳の研究はですね、その意識は脳が作り出しているという、まあ、前提の研究なんですね、ですから死んでしまえばですね、意識はもうなくなるから、もう全て終わりというふうに、まあ、捉えられているんですけども、実はこの意識というのはですね、脳の中だけではない、私の、まあ、脳生理の研究をしてきたんですけども、いろんな体験からですね、もちろん脳はですね、コンピューターのような機能を持った素晴らしいそのハードウェアに肉体ですからなんですよね。ですから確かに肉体が滅びてなくなればですね、そういった、機能がなくなるということなんですけども、その意識というものはですね、この宇宙空間に存在しているんだと
そして脳がですね、この、宇宙空間の意識とですね、やり取りをすると。そしてもちろんその、パソコンを考えてみてもですね、内部記憶というのがあるわけですね。ですから、こう取り入れた情報を記憶しておいて処理して、そしてまたその思いという形とか意識がこう宇宙空間に発信されていくと、伝わっていくということですね。ですから、まあ、よくですね、別に言葉を使ったりいろんな態度を示さなくてもですね、非常に強く思ったことがですね、昔からその以心伝心という日本ではいう言葉が あるようにですね、人にもあるなんとなく伝わっちゃうということがあるんですね。まあ、そんなことだということなんですよ、脳の働きについてね。はい、次。はい、先ほど意識の構造というのをちょっと簡単に説明しますとですね、このハードウェアのこう機能をモデル化したのはこれなんですね。で、脳の中心部分に脳幹というのがあって、全ての生命をこれを司っている、まあ、命の座とも言ってるんですけど、そして左脳と右脳に分かれている。特に、まあ、左脳はですね、言語論理とかを、まあ、扱うですね、機能を持ってまして、右脳というのはイメージですね、感性の働き、をしているということなんですが、この意識のこの左脳の部分ですね、これ、まあ、その私は表面意識と、まあ、よく言うんですけども、本当にその意識できる意識と、そしてちょっとその下にですね、潜在意識といって意識できない意識ですね、潜在している意識、さらにその奥にですね、無意識とか、まあ、この脳幹の部分には超意識とか、まあ、そういったですね、宇宙とつながっているですね、部分があるということなんですね。そして宇宙の意識との間でですね、直感によってこのやり取りをされているということなんですね。まあ、こんな構造になってます。そしてこの中心部分が、まあ、生命を司っている脳幹と言われて、まあ、よく言われている脳下垂体、消化部とかね、消化体とか、まあ、そういった生命を維持する機能の中枢にあたるんですけども、そういった超意識ですね、まあ、意識できない本当にそういった意識が存在するんだということです。はい、次お願いします。はい、先ほど意識の話をしましたけども、いろいろなその生まれてから体験をしたことによって、まあ、これは嫌だあれは嫌だとか、まあ、いろいろな困ったこと、いろんなことがありますね。そういうことから人は避けようとするわけですけども、まあ、そういった意識そのものがですね、自分をこう縛っているというふうに、まあ、この絵はそういったことを表してるんですけども、本当はですね、宇宙からいろんな情報が来るし、宇宙エネルギーとして、まあ、よく気という作用がありますね。そういったものが普通は、まあ、西洋学ではその存在がわからないというか、いうことで、まあ、中国とかの伝統医療ではですね、この気の働きを重視して、まあ、気の中、体の中には経絡というのがあって気が流れているんだということで、まあ、そういったツボを刺激することで病が治るというようなことがあるんですけども、そういったですね、気の流れもクローズしてしまってるということなんですね。まあ、こちらがその状態です。だからその意識というのはこのようないろいろなマイナスの、ネガティブな意識が自分を縛っているということです。ですから先ほど言った対抗催眠とかですね、催眠によって現代の意識をすごいその深いところまでこう辿ってですね、そして追体験をすることでそういった意識が解放されてですね、そして病が治るとか、まあ、さらにはですね、その生まれてからのそういったトラウマとかじゃなくて、さらにですね、前世から受け継いできたそういった想念ですね、が自分を縛っているということなんですね。まあ、それを解放することによっていろいろそういった気が流れ、まあ、そして元気になるということなんですね。まあ、このですから通常、まあ、大部分の人がこういう状態にあると言ってもいいんじゃないかと思います。はい、どうぞ。はい、
心はですね、意識というのはね、見えないですしですね、形を持ってないんですね。まあ、肉体は形があります、けども、意識や心の思いとか、まあ、それはですね、波動なんですね。高次元の波動と言ってもいい。その従ってその、この波動の細やかさというのが非常に大切なんですね。ですから先ほど申し上げたようなこと、マイナス の意識ですね、イメージ、意識はですね、非常に荒い波動なんですね。そして、だんだんとですね、いろいろなその感謝であるとかですね、いろいろなその親切であるとか、奉仕であるとか、まあ、こういった行為は、思いはですね、非常に細かく波動になっていく。そしてさらにですね、こういった高い次元の神につながる、神、まあ神というか、そういった高次元の存在というのは非常に細やかな、精妙な波動だということなんですね。はい。で、これはその全て人にそのまま伝わっていっちゃうんですね。自分がそう思ったら人にも伝わるし、自分自身にも深いところでそういったものを自分を傷つけてしまうという、まあ、構造になっているんです。はい、どうぞ。はい。これタイトルは何になってますか？人間とは私とは、自我の自分と真我の自分というやつですね。はいはい。はい。先ほどからですね、本来の自分に気づいていただくということを言ってるんですけども、よくですね、自分というものを考えたときに、意識できる本来の今の自分ですね、まあ、肉体をベースにした自分と、そしてもう一人の自分とかね、よく言われますね、真我であるとかですね、本当の、まあ、自分ということがあるんですけども、まあ、それをこう称賛して、まあ、人間という、まあ、自分だということなんですね。で、この意識しているその、自分というのは、まあ、肉体をですね、自分だと大体思ってますね。そして自分の肉体以外のものは他人という形になるんですけども、これはまあ肉体ベースのことなんですね。そして肉体はですね、まあ、なんかいろいろありますね。こういうことに関係しているということですね。で、この本当の自分、真我の自分、まあ、これはですね、宇宙とつながっている、即宇宙とつながっている、全て、とつながっているという、まあ、自分なんですけども、こういったですね、何と書いてますかね、こういうことをつながっているということですね。そしてこの、まあ、全体を生命、なわけですけど、この五感を通じてですね、いろいろなことを感じる世界というのは、こちらの自分なんですね。意識している自分。ですから五感というのはですね、見るもの、聞くもの、いろいろ、まあ、体験すること、によってですね、いろいろな感情が湧きますね。そしてそれの時々によってその心が動くわけですから、まあ、そういう意味で心というのは、私は広くこの自分のこの肉体、まあ、意識の心、自我の意識を心と言っているんですけども、いろいろその周りの状況によってコロコロ変わるから心と言うんだという方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう構造になっているんですね。ですから、本来の自分に気づく、このことが大切なんだということなんですね。はい。どうぞ。はい。先ほどのことをですね、もっと詳しくこう説明した図なんですけどもね、体ですね、そして、これは何になっていますかね、よく映像が見えないんですけども、この部分何と書いてますかね、人間は体と心と霊の三位一体の存在。そうですね、はいはい、まあ、心とそして 霊の存在ですね、魂、霊の存在ということですね。はい、で、これはですね、
この三つどもえでですね、まあ、人間は三位一体の存在だと言われるんですけども、この、これは、なんか、意識の自分、肉体意識の自分、あ、そうですね、そして、高次元意識の自分と、はいはい、顕在意識の感覚、超意識、超感覚っていうのが書いてありますね。はいはいはい、そうですね。ですから、この霊というのは、まあ、超意識ですね、超意識。まあ、先ほど言いましたけど、宇宙とつながっている存在ということなんですね。はい、ですから、もし人が亡くなるとですね、肉体が滅びて亡くなるわけですけども、この魂なり霊的な存在というのは永遠に存在するんだということなんで、まあ、永遠の生命ということを、まあ、と言い方をされる場合もあるんですけども、まあ、少なくともですね、非常にこの死後の世界というのがあるんだということをなんですね。はい、どうぞ。ちょっとこれもよくわからないですけど、ちょっと先ほどの補足の説明をしますとですね、肉体はまあ死んだらなくなるんで、その意識は残ると、永遠の生命なんだということを申し上げましたようにですね、死んだらあの世に行くという、まあ、よく言われるんですけど、死んだらあの世に行くんじゃなくてですね、この世というこの世界はですね、あの世とこの世が同居している一体の世界なんですね。ですから霊的な影響とか霊的なことというのはですね、この現在のこの生きている間でもですね、関わっているわけでして、まあ、そういったいろいろな不思議な現象が体験したりするんですけども、死んだらあの世に行くんじゃなくて、生きているこの世もあの世と一緒に存在しているということなんですね。ですけども、肉体がなくなるとですね、その生命、そういった魂や霊的な存在のみになるということなわけです。はい、このページは、このページはですね、はい、意識とは、意識は人間の大脳によって生じたものではなく、最初からそこにあったというやつですね。あ、はいはい。これ、ご覧になっている方はこの映像が見えるんでしょうかね。この状態ですか。これね、すごく実は綺麗に見えてます。あ、そうですか。ちょっとスカイプ経由なんで、ヨンダ先生の方にはちょっと綺麗に見えてないと思います。あ、それで、はい、全然読めないんですけど、まあ、はい、一応ですね、はい、ご覧いただいている方には読めるということなので、綺麗に見えてます。あ、そうですか。それじゃあちょっとね、資料が他にないのもんですから、この映像を見て私もご説明してるんですけども、まあ、これちょっと読んでいただくとですね、ご理解いただけるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。なんか最後にね、なんとか言って、色即是空、空即是非っていうのがちょっと こちらで見えるんですけど、最後の書いてありますね、そうね。ね。釈迦は、宇宙創造の原理、真理を色即是空、空即是非と説いたって書いてあるんですね。はい、はい、これはまさしく科学的な悟りであり、宇宙空間は量子が蔓延している意識の場であるって書いてありますね。はい、そうですね。もう2500年以上前に釈迦がですね、この直感して宇宙の原理、まあ、生命の原理を直感したということで、こういったお経の中でですね、般若心経の中にこういうのが出てくるんですけども、色というのは物質世界ですね、触れたり見えたりする物質世界。そして、空というのは何もない空間というんじゃなくてですね、これはもう仏教 の哲学的といろいろ難しい説明があるんですけども、空というのは要するにエネルギーが充満している場なんだということなんですよ。でこの宇宙空間は空の場状態と。したがってその空のエネルギーがですね、凝縮して、まあ、色と物質化するということで、色と要するに、まあ、物質とエネルギーは同じもんだということをこの言葉で言ってるんですね。ですからまさしく今の量子物理学の世界では、これ科学的なその、まあ悟りと言ってもいいと思いますね。はい、どうぞよろしいですか。皆さん目で読まれましたでしょうか。
はい、どうも。これは、何の、自分を、ブルース、リプトン博士というね、脳の研究や細胞の研究をされた、もう世界的な、先生なんですけども、その方がですね、ほとんど人間はですね、遺伝子で、出来上がっていて、遺伝子が、いろいろ体を、司ってる、支配している、影響しているということが研究されてきたんですけども、従って動物も人間も遺伝子がそう変わらないということなんですけども、ただ、それが働いてるか働いてないかということが、あるわけですけども、リプトン博士はですね、その遺伝子そのものが意志の力で変えられるんだということを言ってるんですね。これはですね、細胞の核にあたるですね、部分が細胞膜という部分がですね、そういった脳の、人間でいうと脳のような働きをして、環境によってですね、細胞の生命を維持しようとするいろいろな働きによってですね、そういった環境から生きていくためのいろいろな能力をですね、自分で確保するということですね。ですから、そういったその周りの環境とかによって、その遺伝子は変わっていくんだということを言ってます。で、ですから自分の意志の力で、自分の人生を変えられるということを別に言ってるんですね。ですから、生き方の転換、思い方やそういったことがですね、自分自身の将来を決めていく、変えていくことができるという、非常に素晴らしいですね、メッセージなんですね。そのことを、皆さんお伝えしたいということで、そういったことも含めてですね、この医療の世界では、皆さんにそういった気づきのメッセージを送っていきたいと思ってます。はい、どうぞ。はい、次の画面はどうですか？ちょっと待ってください。ちょっと次、はい。次すみません。これかな。宇宙の次元構造ですかね。次元構造ね。はいはいはい。私たちはですね、見える世界、物質の世界に生きてますよね。でも先ほど言いましたようにね、この世というのは、高次元のあの世が全てつながっている一つの世界なんですね。ですから、これを3次元というと、物質の世界3次元と言ってますから、縦横高さの存在する、次元ですね。それに対して、4次元、5次元、6次元という高次元があるんだということなんです。物理学とか科学的な世界ではですね、4次元は空間と、時間と空間という形をで言ってるんですけども、ここで言うですね、次元というのは、意識次元と考えていただくとですね、物質の世界、3次元の上に、4次元、5次元、6次元と高い次元があると、これは全てですね、波動の世界と、先ほど前に説明しましたように、波動の世界、生命エネルギーの世界と言ってもいいんですね。ですから、もし肉体が、そんが滅びて、死んでですね、残った魂というのはですね、こういった4次元、5次元、6次元に存在すると。ですから、その亡くなった時の意識とか、その魂の意識レベルによってですね、この次元にいる場所が変わってくるということなんです。で、そして高次元から3次元、低次元の方向は見えたり、聞こえたり、ある程度コントロールが可能なんですけども、私たちが3次元の世界で4次元、5次元、6次元をあんまり感じることができないというのはですね、そのこちらから高次元の存在には理解したり、アクセスしたりすることはできない仕組みになってですね。ですから、先祖等が霊になってですね、存在して、私たちを見守ってくれたり、いろいろな形で、指導してくれたり、あっちやこっちいざなってくれたりということが実際にあるんですね。それは、高次元の存在から私たちが
三次元の存在が見えているんですね、聞こえているんですね、まあ、そういうことがあって、こういう構造になっているということなんですね。はい、どうぞ。三次元の物質世界と高次元の意識世界です、ね、意識世界、この副題は何になってますか。宇宙に存在する物質と意識はどのように関係しているかというですね。あ、すいません、ちょっと聞こえなかったかな。すいません、もう一回説明します。三次元の物質世界と、高次元の意識世界、宇宙に存在する物質と意識はどのように関係しているかです。ちょっと私はこれ記憶してないもんですから、この画面を見てからお話しするんですけども、ちょっとこれあんまり容量がないですから、上から読んでみてくれませんかね。はい、かしこまりました。宇宙空間は量子真空場であり、意識場、括弧情報フィールドである。物質、括弧肉体、現象世界は高次元意識世界に、包含されている、意識は高次元の意識波動エネルギーである。生きている人間の意識も、肉体のない死後の世界の意識も、高次元の意識エネルギーの場、括弧情報フィールドに存在している。意識は生きている間も死んでからも境がなく、同じ高次元の虚空間、括弧高速を超えた複素数空間にある存在である。三次元の物質、現象世界は高次元の想念、括弧線象世界が作り出している世界である。意識は瓶、括弧低次元の凶悪の闇から、霧まで、つまり括弧非常に高い次元の神の光の意識まで存在していると書いてありますね。はい、はい、ありがとうございます。これは先ほど前のページで、絵を宇宙の構造の絵をですね、次元構造の絵を説明しましたけど、それの内容の説明ですね。はい、この説明ですね。はい、ありがとうございました。はい、次お願いします。はい、はい、はい、あ、これは割合出てますね、読めますね。このようにですね、波動の、まあ、長さ、波長の長さの世界で見るとですね、このようにですね、10のマイナス、10乗とかですね、まあ、電子、まあ、素粒子ですね、のレベル、が物質の、まあ、一番元だと言われてるんですけども、と言われてるんですけども、この見えない高次元の世界の波長、まあ、という形でこれ表してるんですけども、まあ、こういった階層構造になっていると。これは非常に厳然とした階層構造でしてね、先ほど言いましたように、各その波長のレベルの違いによって交わることができないんですね。ところがこの物質の世界というのは本当に粗い波動から細かい波動まで存在できるという、したがってこの世に生まれてですね、いろんな出来事で人に出会ったり、いろんなことによって、ピンからキリまでの世界で生きていくことによってですね、いろんなことを体験して、まあ、魂や意識が向上していくという仕組みになってるんですね。で、その構造をですね、この表してみるとですね、よくまあ古神道ではですね、この肉体のことをアラ・ミタマといったりですね、この奥のですね、あるこの霊体という、まあ、この辺のですね、このまあ中間、まあ、まあ、というか、そういったこう霊的な存在なんですけども、まあ、にぎみたまとかですね、くしみたま、さきみたまとかいう表現をしますけど、この霊の中心、まあ、が存在していると。で、こう、人が亡くなるとですね、その時の意識状態、その人の意識状態によって、このどういう場に存在できるかという、この各次元のですね、いうことが、まあ、決まるというんですから、なっちゃうんですね。したがって仏教の世界で地獄があるということを言ったりしますけども、地獄極楽があると言ったりするけど、これはね、
要するに物質世界の存在じゃないわけですから、地球のその内部まで存在できるんですね。物の中にも存在できると。よくあの物質の中に、まあ、ダイヤモンドでも非常に魂が宿っているという言い方をしたりするんですけども、まあ、人間に肉体に魂が宿っているわけですから、物質にも宿るんですね。まあ、そんなことがあってですね、この地球の、表面の中に存在している、まあ、次元の低いというか荒い魂はですね、存在できするんですね。そしてこの地表に、まあ、自爆霊なんかもそうですけども、地表にへばりついている、まあ、魂もあるし、そしてこの空間、この地球圏の空間にも、まあ、漂っているという浮遊霊とかいう言い方もしますね。それに対して非常に地球圏以上までこうずっとこうあの上昇していける非常に高い、まあ、次元 の、 あの魂の存在と、よく死んだら星になるとか言いますけど、本当にあの想念とか、まあ、意識の波動というのは時間空間を超えた世界ですのでね、一瞬にして地球のグラグラはもちろん宇宙の果てまで届くという、届くというよりもこれは届くとかあの、いう言葉はですね、時間とか速度があるように思うんですけど、そうじゃなくて位置すると私は思ってるんですね。ですから意識したその場に位置するんだということだと思いますね。はい、じゃあどうぞ。あ、先ほどの詳細をですね、この辺の形で表した図です。ちょっとご覧いただいてですね、次へ進めていただきたいと思いますね。よろしいでしょうか。はい。これはですね、ちょっと科学的な、まあ、数理的な話なんで、皆さんにご理解しにくいかもしれませんけども、ミンコフスキーの宇宙空間というのがあるんですけども、まあ、例えばですね、この横軸にですね、時間をとって、縦軸に、距離をとると、そうするとですね、あるスピードでですね、自動車を走らせるとすると、ある方向へ向かってですね、あるスピードで行くと何時間後にはどこにいるということが決定しますね。この角度が、まあ、スピードと考えてもいいんですけどね。ですから普通は、まあ、新幹線高速、まあ、光の速度というのがもう一番この世の中で速いと言われてるんですけど、まあ、アインシュタインは光は一定であるとかね、光より速いものはないということを提案し、まあ、提供したんですけども、実はこの光より速い、ものがあるということなんですね。で、それはですね、もう実の世界、この世界にはないものですから、数学的には虚数という言い方をしてますね。ですから、この空間はですね、まあ、虚数空間、まあ、虚空間という言い方は、できるんですけども、したがってこの光よりスピード速度が速い位置というのはですね、こう時間がゼロを超えてですね、マイナス時間ですからね、まあ、未来へ行けたりですね、過去に行けたり自由自在と。で、魂、死んだの魂の存在というのは時間がない世界、距離もない世界ですから、思ったところへ瞬時に存在できるというようなことを、まあ、ちょっとこれを科学的に説明をしようとした図なんですね。はい。じゃあ難しいですか。次へ進みましょう。はい。臨死体験者の証言による死後の世界という欄です。ああ、はい。私はですね、まあ、こういった活動を通じて、もういろんな方に出会って、まあ、特に臨死体験をした素晴らしい方々にお会いして、直接お話を聞いたりしてるんですけども、死後の世界は存在するということが証明できるんですね。これをまあ、研究されて証明されている、今京都大学の、人間科学部の、教授でいらっしゃるですね、カール・ベッカー博士、この方は、まあ、ご自分の専門のですね、教授の以外にですね、そういった世界的なその臨死体験とか死後の世界の研究をされている一人者なんですけども、まあ、その方もおっしゃっているようにですね、
こういった世界があるということですね。ちょっとよく私読めないんでね、もしよかったら読んでみてください。はい、横たわっている自分の体が情報から見ている、見える、自分を取り巻いている人たちの話が聞こえる、自分が喋っても相手に聞こえずに見えない、思った瞬間にそこにいてそこの景色や出来事が見える、暗いトンネルを潜り抜けて明るいところに出る、花園や三途の川、崖っぷちや海原、砂漠に佇むかな、すでに他界している近親者や先祖に出会う、過去や未来の場所に居合わせる、地球を抜け出して上空遠くにどん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 上昇する、すべてが一つ、すべてと一体である意識になる、自殺者の多くが苦しい地獄のような体験をしている、これは高木義行さんや、木内鶴彦さん、中山康直さん、辻真理子さん、他の臨死体験者の、言葉に、よって書かれているということですね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、いろいろその死後の世界の話をしましたけども、これをですね、こんなあの絵の形で、まあ、表現してみるとですね、まあ、ちょっとこの細かい説明はですね、後で、まあ、ちょっと読んでもらうとしてですね、人の死ということ、そして、まあ、輪廻転生によってまた生まれてくるということで、人の誕生ということがあるんですけども、これはあの物質世界をベースにして考えると、人が亡くなって体が亡くなると、そして、母親の胎児に、まあ、あのとして、赤ちゃんとして生まれてきて誕生するということになるんですけども、今度逆に死後の世界をベースに考えるとですね、この、人の死というのはそのあの世に生まれるということになるんですね。この世からおさらばしてですね、あの世に生まれる誕生なんです。そしてもう一度ですね、生まれてくるということはあの世から死んで、あの世で死んでもう一度この肉体の世界に戻ってくるという、まあ、死を意味する、まあ、死という言葉がいいかどうか分かりませんけど、そんな構造になってるんですよということですね。そしてそう、これをちょっと読んでみてください。こう順番、この上からぐるっとこっちの方向に向けて、はい、そうです、あ、そうなんですね、はい、あ、そうですね、はい、それまあ説明したところで先ほどね、はい、うん、そうですね、うん、はい、はい、まあそれが大きいんですね。ちょっとこれ説明しますけどね、あまり表にちょっと出してないんですけども、まあ研究者によるとですね、まあ、もちろん実際の体験者にもよるんですけども、病気の原因がですね、霊障、まあ、霊の触りというんですかね、その死んだ方 の、 あの思いが乗り移ったりしてですね、霊障でそういう状態になっているということが結構あるんです。まあ、研究によるとですね、病気のほぼ6割以上がですねぐらいが、まあ、この霊障によるんだと。ですから霊障というのはその霊の触りを取り除かないとですね、治らないわけですよね。ですから今の現代医学はそういったことは全く対象外ですから、なかなか治癒しないという、または一旦治癒して、まあ、その霊が外れてもですね、その人の思いとか本質、意識が変わらない限りまたこう憑依されたり触りを受けるわけですから、また再発したり別の病気になったりということが
あるということなんですね。ですからその覚醒する、まあ、気づく、命の本来に気づく、本来の自分に気づくということによってですね、そういったことも起きなくなるということです。そして亡くなった後もですね、成仏できる、まあ、そういった霊障を人に生きてる人に影響を与えないようにですね、なって高い次元のその、世界に行くということですね。ですからこの私たちがこれからやろうとしているこの覚醒医療というのは、そういったことの気づきをサポートすることによってですね、そういったところまでですね、新しい、まあ、方向へ向けて、これからの時代の新しい方向に向けての、活動をしていこうとしていますから、これはもう無視することはできないんですね。これ大事なことなんですよ、実は。先ほど の魂の存在とかの働きとかの絵はいろいろ説明しましたけど、まあ、こういうことがかなり多く、現在は非常にこれがですね、成仏されていない魂がこの地球空間にもう本当に飛び巻いているという状態なんですね。ですからそういった霊障も非常に多くなっているということです。はい、どうぞ。これは何でした？これは、はい、はい。あ、これはですね、産婦人科の先生でね、池川明先生、池川クリニックの、まあ、院長されてる、方が、まあ、こういった、生まれてきた赤ちゃんがですね、2、3歳までの間に言葉が喋るようになった中で、かなりこの体内記憶とかですね、そして、中間性記憶、まあ、人間のこの肉体、胎児に宿ってくる、前の状態、まあ、中間性という、まあ、言い方をされているんですけど、そういったところからこう突っ飛んできてですね、お母さんの体の胎児の中に入っちゃうということを、まあ、証言する子どもたちがたくさんいるんですね。まあ、そういうことをちょっと説明した絵なんですけど、それをちょっとここに取り上げさせていただいた、雲の上から お母さんとお父さんを見ててですね、あ、このお父さんお母さんのところに生まれようって言ってね、飛んでくるんだそうです。まあ、そんなことを証言する子どもがたくさんいるということですね。はい。次、お願いします。あ、これがその時の証言の、内容をちょっとですね、絵にしたものですね。お母さんのお腹に来る時が飛んできたんだよとかね。まあ、こんなことをいろいろ話す子どもがたくさんいて、それをでまとめて本を何冊も出版されていて、いろんな講演活動もなさってますね。はい、どうぞ。はい、あ、だいぶ最後になりましたけども、現在私たちがこの世で生きていると、生まれてくるというのはまあ、よく言われるんですけどね、何のために生まれてきてどこへ行くのかということがよく言われるんですけども、この地球上で、まあ、あらゆるピンからキリまで存在する中で、先ほども言いましたように、例だけの世界ですと、その次元間とか、まあ、波動が違うと、このお互いにですね、交流できないということなんで、この地球上の物質の世界が生まれることによって、そういったことにいろいろ体験したり、触れることが大体接触したり交流したりできるということで、輪廻転生という仕組みによってですね、この地球上にその魂が生まれてきて、そしてですね、このように、これは先ほどまた自我の意識が自分という、まあ、存在を縛っていると。で、それをそういうのが固定観念となってですね、いろいろな問題を作り出しているということなんですね。ですから、でもこれはですね、この仕組みの中で問題があるからこそですね、そういったことの気づきが生まれるということなんです。したがっていろいろな外界の状況に触れてですね、いろんな問題感じたり、いろんな目にあったりしてですね、いろんなことを体験することによってですね、これがですね、こちらの方向に行っちゃうとね、苦しみや悩みを何とかしたいとか、逃げ出したいとか、まあ、そんなことからですね、カルマを余計作っていっちゃって、魂を、せっかく生まれてきた魂をもっと汚してて戻っちゃうということがあるんですけども、本来はですね、こちらのようにこういった問題を体験し、
まあ、いろんな目にあって体験してですね、いろんなことを学んで気づいてですね、そして魂を向上浄化して、戻っていくと、こういう仕組みがあるんだということですね。そのために私たちこの世に生まれてきているんだということ、まあ、そのことをちょっと説明する構造、その構造の説明図みたいになってるんですけど、まあ、ゆっくりまた後で、このことを、まあ、勉強してみてください。いろんな自分のた、ま、自分の降りかかってくる嫌なこと、困ったこと、交通事故を含めたり、まあ、あらゆる病気も含めてですね、それは学びのためのメッセージなんだと。必然で起こっていることです。ある意味じゃあありがたいことなんですね。病気がありがたいといったようにですね、いろんな目に遭うことは魂を向上させるチャンスである。ですから、そういうことはありがたいことなんですね。ですから、向上できるそういった仕組みの中で体験するということですね。はい、どうぞ。この前からちょっと話が出ましたけども、生まれてきて生きる意味ということですね。先ほど言いましたようにですね、病を自ら作り出したのは気づけのメッセージです。病気は気づく、覚醒するためのありがたいチャンスなのですよ。宇宙には無駄なものは一つもないんです。全て必然、まあ、偶然もない。いろいろなよく偶然だとか、私たちの世界ではね、偶然だとか奇跡だとかいうことを言います。それは常識を超えたことが起こるとですね、そう思うわけですけども、それは皆当たり前で起こることなんですね。不思議でも何でもないことなんです。実はその、高次元の世界の存在が分かるとですね、全て意識によって必然に生起しているんです。病気も自ら作り出したもので、気づけのメッセージです。超意識である魂は肉体を持ってこの世に生まれてきて、魂の向上進化のためにピンからキリまでいろいろな人や物や出来事が存在する。この肉体界、物質界でいろんなことを体験して魂の学びをします。ネガティブな想念が病気を生じさせて、気づきによって病が治り、身の周りに起こることが変わってきますよと。はい、次お願いします。はい、そのことをですね、ちょっと簡単な絵にしてみました。先ほどからいろいろお話してましたように、前世の想念を持ち越してこの世に生まれてくる、ね、場合が結構あるということですね。ですからそういった想念を解消することでですね、いろいろな病が治ったり、まあ、いろいろ身の回りの頃に変わってくるということなんですけれども、こういったいろいろなことが身の回りに起こってくるわけです。それは先ほど言いましたように必然なことで、学びのために非常に大事な、チャンスなんですよということですね。ですからそのネガティブな想念がそういう世界を作り出しているということなんですよ。これこういった循環があるんですけども、その中、まあ、いろんな事故があったり、いろんなひどい目にあったりですね、災難にあったりとか、いろんなことあるんですけど、その中でもその病気というのは非常に今病気が非常に増えているということは、気づくチャンスが増えていると言っても過言ではないんですけどね。こういう形で、病気になったからこそ学べる。ですから病気を苦しいもの、嫌なことを逃げ出したいとかいうことで、苦にしたり、極端に言ったら不治の病にかかってもう生きていく、あれがなくなって、気力がなくなって自殺をしたりとか、まあ、そんなですね、ことはまたこれを繰り返すことになるんですね。それとして、病になった頃から学べてですね、気づいて魂を行動することによって身の回りの音が変わってきますよと。そして、亡くなってもこれ成仏しそうだということで、まあ、そういうことを簡単に表したはずなんですね。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。まあ、したがってですね、私たちは大体この物質の世界でお金とか一致や名誉とか、まあ、いろいろなことに支配、まあ、影響を受けて、いろんな目的を持ったり、そういうこういうになりたい、ああなりたいと、まあ、いろんなことを願いながら生きているんですけど、なかなかそうはならないしですね、大変な状態にあるわけですけども、このこういった思いはこういったことはですね、
皆さん生まれてくることは、まあ、大きな魂の使命、まあ、これを大きく言うと、まあ、天命に、思っているんですよと、どなたもそうなんだと、まあ、そういうことに気づいてですね、その使命は天命に生きることが大切ですということを言っているんですね。魂や創造が可能な物質世界へ願いと使命を持って肉体に宿って生まれてきますと。親や社会、教育による現代文明の価値観によって構築される自我ですね、純粋な魂の願い、使命とにギャップが生じることで、精神的、肉体的なストレスが生じ、身辺にいろいろな問題が起こってきますということです。ですから、自我意識、まあ、そういった意識によってですね、本来のこの生まれてきた役割、使命であったり天命とギャップが生じる、やろうとしていることをやっていることに、そういうことで、そういった状態が起こってくるんですよと。だから生き方が魂の願いや使命と大きくずれると、病や災害などによって気づかされる気づけのメッセージですよと、いうことです。だからいろんな身の回りでのことが起きますね。病だけじゃなくていろんなことがあるわけですけど、それもこうずれていてですね、本来の魂の願いとか天命からずれたことをやってたりしてることによって、そうじゃないよ、こっちの方向ですよって言ってね、まあ、メッセージを送ってきて気づかされる、まあ、そういったメッセージなんでしょうということですから、ありがたい存在ですね。そういうことを気づくチャンスということですから。でそしてこの本当にこの使命天命にこの生きればですね、生き生きワクワクしてきてね、喜び必ず湧いてきます。苦しいとかね、なんか、いろいろなその困った思いとか、まあ、いろんなことが湧いてくるということは、まあ、まだまだちょっと修行してる最中というんでしょうかね。その従って魂、いや、これも人間がそういうことにちゃんと気づくかどうかとは別にしてですね、逆に生き生きワクワクして喜びが湧いてくるようなことをするということは、魂の願いであったり使命天命に、沿った生き方をしているというからそういうことがあるという、だからその人の使命天命に通じる生き方になると思いますということです。はい、どうぞ。あ、これで終わりですね。どうも本当に長時間お付き合いくださいましてありがとうございました。終わりにしたいと思います。小泉さん、いかがでしたでしょうか。非常に分かりやすい内容文になってるなと思うんですけどね、やっぱさすが米田先生っていうのはこう、まあ、理系だからかすごくこう分かりやすく説明するものがうまいですよね。そうでしょうか。いや、本当はね、直感で受け取るね、女性の方なんかはね、難しいという方あるじゃないですか、あるんですけどね、やっぱね、ちゃんとしたね、今、科学的な時代ですからね、ちゃんとした説明をすることでね、まあ、理解を助けるというかね、はい、まあ、直感で受け止める人が結構、まあ、いるんですけども、先生、世界の方々にはね。でも私の役割はどうもですね、こういった、そういうことをまあ、知らなかったり、理解してなかったり、まあ、学ぼうとしている人たちのですね、まあ、一つ この説明を、まあ、そういったことを分かりやすく説明するということが私の役割じゃないかとも思ってるんですけども、はい、すごく貴重なね、やっぱ男性はやっぱ分かりやすいかなと思いますね。はい、こういうのがあるとね、理屈がちょっと分からないと男性が動けない人もいらっしゃるんでね。はい、はいはい、私はね、数年、もう10年くらいになりますかね、前に高次元魅力の文明というね、本を出版したんですね。まあ、その中にかなりこういうことを書いているんですけどもね、まあ、普通の人だと、まあ、女性なんか難しいと言うんですけども、理科系の人なんかはね、よく分かると筋が通ってて、まあ、よくできててよく分かると言ってくださる評価をくださったりしてるんですよ。ですから私の役割は、まあ、そういう役割なんだろうなと思ってますね。はい、そうしたら、はい、あれですか、覚醒ネットワークの宣伝といいますかね、
はい、ご紹介って感じでしょうかね。そうですね、はいはい、チラシが今ちょっとできておりますので、こうやって出せるんですよ、ね、そうですね、はい、せっかくですね、はい、小泉さんがこうチラシを出してくださってるんですけどね、ですからここのところに、これはまあ先ほど言いましたように、今年の4月にこの会を設立して、その設立記念シンポジウムという形で開催するんですけども、もちろんこの役員、ここに出てくるのはみんな当初のメンバー、役員の理事の方なんですよね。でその中でもこのオビス先生は理事長ということなんですね。そして先ほどもちょっとご説明しましたけど、萩原先生、副理事長ということですね。その次に出てくる浅井舞さんというのは、まあ、気候教室を持っていろいろそれをお伝えしている素晴らしい方なんですけども、ずいぶん前から彼女とはですね、出会って親しくさせていただきまして、もう前からずっとやってきた覚醒ネットワークの集いのでも出演していただいたりしている方ですね。今回はそういった気候舞ですね、浅井舞を皆さんに披露してお伝えしようと。で彼女が言ってるのはですね、そういった舞はですね、上からのエネルギーをいただいて、それを皆さんに伝える、体を通して伝える働きなのでですね、その会場の参加者にですね、そのエネルギーが全部伝わってですね、特にその、背骨がまっすぐになるという、まあ、ことが本当に瞬時にして起こるということなんです。体験してみていただきたいと思います。それから次に、出てくる先生ですけども、池川明先生、先ほど産婦人科のお医者さんで、体内記憶のお話をちょっとこの前にしましたけども、その体内記憶の大先生でいらっしゃいますね。その方がですね、実は、ちょっともう直前になったんで申し上げておきますけども、ご予定があってですね、どうしてもこの会に出られなくなってですね、映像で皆さんに紹介するということで、体内記憶の対談をですね、30分の映像にまとめてあります。皆さんすでにですね、神様との約束という映画ができて、まあ、いろんな自主上映があちこちされてるんですけども、その一部を、まあ、2時間ぐらいかかるんだそうですけども、その一部をですね、30分に短縮して、まあ、特に先生の出演されてる部分を30分に短縮した、ものを上映させていただくということにしております。ぜひご期待いただきたいと思います。そして所礼さんというのは、この方も素晴らしいんですけども、ハープをの演奏、まあ、音楽療法になるんですけども、ずっと長いことやって、もう教室も開いてお弟子さんもたくさんも作られているんですけども、その特に彼女はですね、その活動の中でもですね、そのホスピスというんですか、まあ、特にがん患者とか病院で亡くなる、もう本当にその、状態にある人たちの病室を訪問してですね、ハープで、まあ、痛みを和らげたりですね、気づきを与えたりすることをボランティアずっとやってこられてるんですね。ですからこの覚醒医療ネットワークの中でも非常に貴重な存在で、まあ、もちろん今音楽療法というのが非常に盛んに言われてるんですけども、まあ、そういったことかも相当昔からずっとやってこられた方です。ぜひこの、ハープを聴いていただきたいと思いますね。そしてこの、大月舞子先生、この方はですね、実は大月法律研究所をおやりになってるんですけども、このきっかけはですね、ブライアン、先ほど紹介しましたブライアン・ワイズ博士、のワイズ博士ですね、のその伝染療法を外国で直接どうかですね、勉強してこられて、日本で認定、そのセラピストとしてですね、最初から、まあ、そういった最初の方ですね。で先ほどもちょっとご紹介した萩原先生ですね、もうブラインド・ワイズ博士のご指導を受けた方で、前世療法というのをおやりになってるんですけど、まあ、この大月舞子さんは相当前からそのことをやっててですね、
いろんな方々、小さい頃から大きな、いろいろなことを抱えていらっしゃる方々を、トラウマとか、そういったその前世から持ち込んだ想念とかをこうなんかこう解放して、いくということをおやりになっております。ですから今回彼女はそういったことのいろいろなことをお話講演をいただく予定です。はい、で次のですね、カズシオンさん、これはもう今有名になってですね、いろんなところでですね、お弟子さんもたくさんできて、活動されてるんですけども、シンギングリンというまあ、楽器というんですかね、クリスタルボールというのがあるんですけど、これはまあ前からかなり前からあるんですけども、そういったクリスタルではなくて金属でですね、そういったリンを開発されて、それがものすごいですね、いくつかの大きさのものでですね、こう演奏することでですね、瞑想を誘導したり、それからいろんなこう体 の、 このいろんな不調の部分をですね、ちゃんと整える働きがあるということで、でこの臓器というのはですね、いろいろその人間は全体は肉体で構成されてますけど、その部分的にはいろんな臓器がありますよね。それらも全部この役割として働きをしていまして、いろいろ関係し合ってるんですね。そして、まあ、胃なら胃とか、ね、腸なら腸とか、まあ、いろんな病になったりするんですけども、そういった部分にですね、その直接その乗せてですね、リンの音響を伝えることによってですね、癒されるということです。ですから波動が違うんですね。臓器ごとにね、いろいろ違うんです。で臓器も意識を持っているということなんですけども、まあ、そういったことをですね、このリンの演奏を通じてですね、ヒーリングを行っていると。で、それを実演していただこうと、まあ、そして、まあ、そういったリンによる誘導瞑想、瞑想もしていただこうということなんですけども、この今ですね、カズさんの活動がですね、世界的にいろいろ広がってまして、特にですね、オーストラリアなんかではかなりそういった教室を持ったり、いろいろな人を癒したりして、非常に人気があってですね、どんどん広がっているということなんですね。まあ、そんなカズシオンさんが出演してくださいます。その他ですね、13人 の、 その理事がいらっしゃるんですよ、の会でも半日 の、 そのシンポジウムで皆さんに登場していただくというわけに向かないのでですね、この皆さんの講演とか演奏が終わった後ですね、パネル討論をします。その時私が司会をしてですね、その時にももちろんこの人たち、出演した人たちに登壇いただくんですけども、席上からですね、ここに書いてありますように、この理事の一人でありますですね、平松先生、平松先生、ちょっとプロフィールとはこの子で紹介できないんですけども、あれの中に、インターネット の、 そのホームページの中に全部メッセージも入って紹介も出てます。ご覧いただきたいと思うんですけど、平松先生とか、それから、長堀先生ですね、長堀先生とか、それからちょうど7月の25日に第2回の覚醒医療研究会でご発表いただいた治療塾の先生でいらっしゃる神沢さんですね、とか、それから事務局を担当してくれているこの方も第1回目の5月に開催した研究会で発表いただいたんですけども、その山城美智子さん、それがメッセージをいただくことにしています。残念ながらですね、ちょうどそのもう一人いらっしゃる、理事のですね、甲吾先生、当日、どうしてもご予定があって出席できないということで、失礼しますけども、オールメンバーキャストでですね、このような会を8月23日に開催しますので、
ぜひぜひに皆さんご参加いただいて、まだ受付しておりますから大丈夫です。お電話でもメールでも、いただけたらですね、ご参加受け付けますのでよろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。はい、そうそう、ファックス入っちゃうです。あ、もしもし。はい、あ、すいません、今覚醒ネットワークで竹下圭一さんという方が電話入ったんですけど、はいはい、参加の申し込みをいただいております。あ、はい、今ちょっと今、はい、テレビ中なんですが、竹下さんすいません。じゃあ後から電話し、はい、すいません、また電話ください。すいません、はい、ちょうど電話入ってきましたね。はい、すいません、いや、これ米田さんと知り合いかと思ったらちょっと出しちゃったんですけど、すいません。はい、はい、はい、あ、どうもご紹介いろいろありがとうございます。はい。はい。ということで、ご興味ある方は、ぜひ行ってくださいっていう感じでしょうかね。そうですね。はい。はい。はい、ぜひぜひね、お願いします。はい。ということで、米さん、今日は長い時間ありがとうございました。はい。こちらこそ長いお付き合いくださいまして、ありがとうございます。また機会がありましたら来ていただければと思います。はい。はい。はい。それではまたよろしくお願いします。はい、それじゃあどうもありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。じゃあ使えばそのままでしてください。はい、はい、ちょっと、はい、そしたら、ね、エンディング流して終わりますので、皆さんどうもありがとうございました。さようなら。あ、さようなら。うん、今一人かかってきてた、あれ何？